堀田正義、堀田正義は、江戸時代末期の大名、老中主座、下宇佐桜藩の第五代藩主、正義系堀田家九代。文化七年、1810年8月1日、桜藩第三代藩主、堀田正時の次男、和師として、江戸邸で生まれる。文化八年、1811年4月、父の正治が死去したが、 藩主は、着形の聖愛が継ぎ、その後に、聖愛の養子となった。署名を正広という。少年期の正厚は、聖母の体質を受け継いで丈夫な体を持ち、すくすく育ったという。小鳥が大好きで、子供の頃から餌をやることが好きだったとされる。また近所と仲間を一人ずつ連れて、外に出て、自然の中で遊んだり、渋谷広にあった下屋敷で、 母や姉と共にのびのびと暮らしたという。聖愛には、実子が、文政2年、1819年10月に生まれるも、翌年に創生した。また、聖愛も病弱で、文政5年、1822年春頃から肝臓を患い、2年後には、危険な状態になったため、文政7年、1824年、反省を牛耳っていた老身。 カナイミギ,ギゼンラはマサーツを嫌って、聖愛の貢献を務めてた、ホッタ一族長老の若年より、ホッタマサーツ、オーミカタタ藩主の後藩主に擁立しようとした。だが、藩内では、物頭の渡辺渡る一兵へら下級武士がカナイに反対して対立。さらにマサーツが養子を出すことを拒否したために、マサーツが藩主に就任した。当時の桜藩では、 カナイミギゼンが先制を振るっていたが、これは当時、度重なる外国船の接近に対して、桜藩は幕府の命令にり、文政六年1823年以来、病気がちの藩主、聖愛に代わって、カナイの主導により江戸防衛のための巡戦時体制をとっていたことによる。藩主となったマサツは、幕府の信任が厚い内に時には、中をながらも、 自らの家督相続を支持した渡辺を、側用人に抜擢するなどして、自らの権力を確立していく。しかし天保四年、1833年に、家内が死去するまでこの体制を維持した。家内の死後は、藩主として、独り立ちをして、藩政改革を指揮する。マサーツは、藩主としては乱学を奨励し、佐藤大善を招兵して、 桜順天堂を開かせるなどしたことから、ラングセと呼ばれた。幕政においては、文政十二年、1829年4月12日に、創社番に任命されたのをはじめに、天保五年、1834年8月8日には、自社奉行を兼務する形で任命され、受領名も、備中神と改めた。天保八年、1837年5月16日に、 大阪城代に任命されて、ただし現地には赴任していない、十四下に除せられた。約二ヶ月後の七月八日に、江戸城西の丸老中に任命され、下半に列した。第十一代将軍、徳川家成没後の天保十二年、1841年三月二十三日に、本丸老中に任命され、老中主座の水野忠国が着手した、天保の改革に参与する。 しかし、天保の改革は、多田国の民衆に対する圧迫、復信の鳥居王像による悪性などから2年で、失敗に終わった。マサーツは、多田国の改革に対しては、批判的であり、多田国の改革は、失敗に終わると、早くから見抜き、復信の渡辺と図って、天保14年、1843年4月の、第12代将軍。 徳川家吉の日光参拝直後に病気と称して辞表を提出する。うるう9月8日、辞任を認められて、江戸城ダメ缶詰となるが、これは老中辞任後も正都氏に、一定の幕政への発言力が残される結果になった。忠国が罷免されたのは、正都氏辞任の五日後であり、正都氏の、この手早さが失脚を免れたのである。天保十四年。 1843年うる9月に老中を辞任した後は桜に戻って再び反省改革に尽力し一定の知席を挙げた。幕末においては上位鎖国が時代錯誤であることを痛感し一国も早く諸外国と通称すべきという開国派であった。安政2年1855年10月2日に安政の大地震が起こりこの地震でマサーツは 江戸上屋敷において負傷した。その一週間後の10月9日、当時の老中取材であった安倍正宏の推挙を受けて再任されて老中なり、正宏から老中取材を譲られた。この時、外国がかり老中を兼ねた。この、正都の老中再任に対して、徳川成明は、乱癖である雅俊に好感を持てなかったことから、反対し、島津成明らは生還した。 また立花秋友や松平義長ながらはマッサーツは、招兵された、看板であって実権は安倍が掌握していると見ていた。確かに安倍は死去する安政四年、1857年、までは実権を握っており、マッサーツは、主座とはいえ飾りに近かった。ただし、マッサーツを立てることで、安倍が矢表に立つのを交わすこと、黒船来港から山積していた、外交、内政問題などからの激務で、 安倍の体調が思わしくなかったこと、不大大名の中でマサツは明快なほど、開国通商の意見を持っているなどしたことが、安倍に推挙された理由であるとも思われる。安政三年、1856年、島津家から第十三代将軍、徳川家定に腰入れした、厚姫の名をはばかり、マサトシと改名する。安政五年、1858年、 アメリカ総領事のタウンゼント・ハリスが日米修好通商条約の調印を求めてくると上落して公明天皇から条約調印の直居を得ようとするが条約調印に反対する上位白行たちが停心88強烈3事件を起こしさらに天皇自身も強硬な上位論者であったため却下され、正俊は手ぶらで江戸へ戻ることとなった一方、同年 将軍、家貞が病に倒れ、その後次をめぐって、徳川義臣、紀伊藩主を押す南紀派と、徳川義信、一橋徳川家当主を押す一橋派が対立する、安政の将軍軽視問題が起きた。正俊はもともと、水戸藩の徳川成明とは、外交問題をめぐって意見が合わず、従ってその子の義信にも好感が持てず、心情的には義臣が、 第14代将軍にふさわしいと考えていた不死がある。しかし、京都で朝廷の強硬な反対にあって、直居を得られなかった状況を打開するには、吉信を将軍に、福井藩主の松平義長を大量に推挙すれば、一橋悲きの朝廷も態度を軟化させて、条約調印に賛すると読み、将軍軽視問題では南紀派から一橋派に路線を変えた。正都氏が上洛中に、 松平正方、老中、水野忠中、紀州半賀郎の工作により南紀派の井井直介が大老に就任すると、直介は正都をはじめとする一橋派の排斥を始めた。安政五年、1858年6月21日、正都は松平正方と共に途上停止処分にされた。6月23日には中方と共に老中を罷免され、 警官官詰めを命じられる。これにより、正都氏は政治生命を断たれることになった。安政六年、1859年9月6日、正都氏は家徳を読男の正友に譲って隠居し、宮間と合した。正都氏のこの隠居に関しては、大老の直助による強制的な隠居命令であり、この十日ほど前の8月27日に、岩瀬忠成や長井日さら一橋派が、 ちっさせられており、その連座処分だったとされる。ただし、直助は時期を見ての正俊の再登用を検討していたとも言われており、安政の大国においては、他の一橋派大名が、平門などの厳重な処分を受ける中で不問に、付されている。桜田門外の変後の文久2年、1862年11月20日、正俊は、朝廷と幕府の双方から命令される形で、 執況処分となり、桜城での執況を余儀なくされたが、これは、直助の安政の大国に対する報復人事でった。源氏元年、1864年3月21日、正俊は桜城三の丸の松山御殿において死去した。去年55、執況処分は、没後の3月29日に解かれた。明治維新後、桜藩堀っは、 家族霊によって、まさともに白尺を授けられた。ディバイリット、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。